本日より奉行所に立ち戻る。閻魔さんの提灯持ち、今度のお食器は何だよ。焦りがあると見えるの、カミソリ半蔵。その顔に生きたいと願う執念が漂っておる。てめえは人相見か。少女失滅、誰でも人間死ぬんだ。だがな、あいつの罪を暴かねえで死ぬなんざ、きっといつもあいつのことだろうね。聞きたいか。聞きたかったら耳貸しな。てめえ誰なんだ。おっ、何しなんだ。かったでっけえタイガ。人間ってな、偉くなってやりすぎると必ず敵が現れるんだ。足引っ張る敵やな。そろそろその敵が現れるんじゃないかと思って待ってたんだ。案の定だ。それもとてつもねえ大物がな。関の北町奉行遠山左衛門の城影元。なるほどな。なるほど。てめえも必死だな。え、カミソリ半蔵、その必死さは買ってやってもいいが、下手な芝居を打つことだけはやめにし。おい、いかにもおいら金さんよ。そうか、俺を甲府から呼び戻したのはあんただろう。そうだろう。俺は今崖っぷちだ。あの妖怪の懐にまんまと飛び込めるか、それともその妖怪の敵であるあんたと手を組むか。命がけの崖っぷちだ。おい、次はどうする。あんたなら俺をこっから出すこともできるはずだ。てめえは甘いな。どうしてもこっから出てえか。だったらもう一人いるぜ。俺が今夜ここへ来たと言えばすぐに出してくれるやつがよ。妖怪とは喧嘩しねえよ。御前の隠れたる敵は恐るべき相手にございました。それがしを助け出し御前に立ち向かう魂胆かと。だと大山はお前を助け出さなかった。何もかもわしの思惑通りだ。はっ。これより奉行所に戻る。は
半蔵と申せ。貧乏人の味方をしてくれてよ。さらの神にたたりなし。クワバラクワバラ。これにこれから二度とお神に逆らうんじゃねえぞ。120万人に対するご政道だ。本当の悪奴は片っ端から処置だ。役人が倹約令違反取り締まりにのみ熱中し続け、江戸市中には凶悪犯罪が続発、激増の一途をたどった。半蔵。お。わしは出世が早すぎた。なめられぬよう毛を白く染めておる。若くして出る杭は打たれやすい。御改革倹約令推進派反対派ともに妖怪と恐れられ、冷血打滑と罵られるわしという憎まれ役が必要であったはずが、しかしいよいよ遠山が動き出した。そして本日巷の悪評を抑えよとのご老中の訓命が下った。町人の恨みを今さら消すなど不可能。とうとうご老中までわしの大敵として立ちはだかってきたようだ。もうそっと近寄れ。恨みの声を消すなどいともたやすいことかと。御前、人払いを。その必要はない。恐れながら政の諸条例はそれを発令したる者よりもそれを実施せる者こそ恨まれるものでござりまする。この度のご倹約令、上様よりもご老中、ご老中よりも町奉行である鳥居様、そして鳥居様よりもそれがしが恨まれているのでござりまする。今巷の声ではこの伊丹半蔵を恨み呪い、その怒りは天に向かって吹き上げておりまする。されば、そのカミソリ半蔵を諸悪の権化に仕立て上げ、ありとあらゆる罪状をかぶせて処罰いたせば、江戸中の民の目はそれがしに集まり、その処置が重ければ重いほど留飲を下げることでございましょう。さすれば恨みの声は立ちどころに静まり、すべてのものは
お上の裁きの公平さをやんやと褒めそやすことと相なりましょう。何とぞ、それがし。半蔵、襟足を整えてくれ。私はお前をいつ始末しようかと考えておった。わしはお前にとって仇であり敵だ。そのわしのためにすべてを背負うて死のうと申すのか。わしは人に好かれ信頼される人間ではない。特にお前にはな。人がわしに服従するは恐怖からだ。なぜだ半蔵。それがし、この世に生を受けてから二人の人間に負けましてござります。亡き父と御前にござりまする。どうしても勝つことができませなんだ。勝ちとござりまする。御前に勝ちとござりまする。御前に貸しを作り死ぬることこそすなわち勝つことかと。ご老中より遠山より見えぬお前の心が怖い。鳥居様の節約じゃねえか。どけどけどけ、南町の鳥居様だ。鳥居様だって。鳥居様の節約だぜ。これは大鳥物だぜ。みんな鳥物になるぜ。伊丹半蔵、神妙にバカにつけ。何もかも俺におっかぶせようって気だな。悪いのはな、悪いのはあいつなんだ。俺の口塞ごうって今度が分からねえのか。おい、俺はな、鳥居の命じた通りやったまでなんだ。悪いのは鳥居だ。鳥居様はおめえをしまったじゃねえか。そうだ。一つの罠でぶちまけてやるからな。鳥居様、
鳥居様お助け、お助けください。鳥居様